スゴロク岳。スゴロク岳は、長野県大町市と岐阜県高山市にまたがる、日田山脈の裏銀座の主要線に位置する標高2860メートルの山である。スゴロク岳を含む日田山脈の主な山域は1934年、昭和9年12月4日に、中部山岳国立公園の指定を受けている。花の百名山、岐阜百山。 新高山市100系の一つに選定されている。北側には、飛田山脈の主稜線が伸び、三つまた連下だ岳で、立山連峰が後ろ立山連峰へと伸びる、主稜線から分岐する。この山頂で、稜線は、東南東に向きを変えて、槍ヶ岳、小高岳へと主稜線が続き、東南東の隣のピークのもみ沢岳から南西に、 分岐した稜線が弓折岳を経て、笠ヶ岳へと続く。また、新穂高温泉からの1955年、昭和30年に開設された小池新道の先には、スゴロク岳とモミサワ岳との暗部がある。各方面からの登山道が交差する要所にあり、スゴロク小屋がある。スゴロク岳は湾を伏せたような、緩やかな高原上の山体で、山頂は、 砂礫の大地となっていて、周氷河地形の線状構造度が見られ、その上に浮かぶ槍ヶ岳と穂高岳の展望地である。日本で四十四番目に高い山。山頂には二等三角点が設置されている。天名は、中俣武岳。所在地は、岐阜県高山市大技金木小技、中六百695番地。神通川水系最上流部のスゴロ区国に、 スゴロクの5番に似た番の石があることが、三名の由来であるとする説がある。また、456国が点火して、スゴロク国になったとする説もある。上部は、森林限界の鉱山帯。スゴロクだけ東面の中道には、建国地形、カールがあり夏にも設計が残り、その登山道周辺には大規模な鉱山植物の群生地が広がっている。末帯には、 国の特別天然記念物に指定されている雷鳥が生息する。岐阜県のレッドリストで指定を受けている高山町の宮山門地町、高山賀のアルプス銀岩場、アルプス黒与島、アルプス野賀、総雲黒帯南爵、大雪野ガ、八ヶ岳野賀及び、カミキリムシ科のホシハナカ花神リなど、確認記録がある。花の百名山に選定されている諏五六岳周辺では、 多くの鉱山植物が自生している。田中澄家の著書、花の百名山で、スゴロクけを代表する花として、小売系相が紹介された。山頂部の稜線付近では、万花から初秋にかけて、東薬林道が見られる。7月の雪解けから8月末頃までが開花時期である。小池新道の弓折岳とスゴロク小屋の中間点付近には大規模なお花畑があり、 花見平と呼ばれている。秋には、なだらかな山頂の鉱山植物が、草もみじとなる。スゴロク地藩に自生する小売系ケの群落が、高山市により、スゴロク地藩の小売系ケと笠ヶ岳として新高市、百景の一つに選定されている。スゴロク小屋から三つまたれ岳へは三つのコース、大根堂、中堂、牧道があり、中堂では、木花尺投や 四つ橋小釜などが見られ、牧道では、品野金梅、白山一芸、宮間金宝毛などが見られる。秋には、山頂部の鉱山帯で、草もみじ、周辺の登山道では、岳干場の紅葉、七か窓の紅葉などが見られる。1955年、昭和30年に、小池の力よらにより開設された新宝高温泉を起点とする小池新道が、 スゴロク岳への最短のメインルートとなっている。小池新道開設以前は、金木戸川沿いを遡る南ルートが利用されていた。各方面から多数の登頂ルートがあり、以下がその一例である。スゴロク小屋から三つ股蓮江岳方面へは、スゴロク岳の山頂を経由する両線ルート及び、東斜面には中道と薪道がある。 残雪期のゴールデンウィークのスゴロク岳周辺は、山スキーに適した斜面が広がる。登山シーズンには、新穂高温泉バス停前に新穂高、登山指導センターが開設され、岐阜県警山岳警備隊員と北飛球所隊員が常駐し、スゴロク岳を含む周辺の山域の山岳パトロールが行われている。山頂直下東 1.3km には1935年。 昭和10年に旧上宝村の村営小屋として開設されたスゴロク小屋があり、1950年昭和25年に小池の力与により再建され、登山シーズン中は小屋の前に給水施設が設置されている。1980年昭和55年にモミサワだけガーニー増築された。北アルプス重奏の際に利用されることがあり、 富山大学医学部による、スゴロク小屋夏山診療所が併設されている。のりきよから経営を引き継いだ次男の千は、山岳写真家でもあり、小池新道周辺のわさび平小屋、鏡平山層、黒部五郎商社の経営も行っている。画家、写真家、作家などが多く訪れる山小屋でもある。 山岳画家の中村聖太郎は1956年、昭和31年から1961年、昭和36年にかけて一から二、か月ほどすごろく小屋や、周辺の山小屋に滞在しながら、創作活動を行っており、山岳風景画家の足立源一郎は1963年、昭和38年から1965年、昭和40年頃にかけて訪問していた。 田淵幸夫、新田次郎、田中澄江らも宿泊した。山小屋の看板の文字は、作家の田中澄江により書かれたものである。周辺の登山道上には、登山者用の山小屋とキャンプ指定地がある。日田山無中部の主猟線上にあり、山頂の東南東 1.3km には、常に水をたたえるスゴロク池がある。南面が、 高原川のスゴロク国の源東部となっている。三つ俣蓮岳とスゴロク岳の中間には丸山のピークがある。南側にはスゴロク南方がある。以下の源流となる河川は日本海へ流れる。スゴロク小屋のある安部は湯又川のもみたくとスゴロク国との分水嶺となっている。西側の山麓の高原川の支流であるスゴロク側には 北陸電力のスゴロクダムがある。西山麓周辺の国有林では、名古屋営林局上岡営林署により、スゴロク、金木湖森林鉄道が運営されていた。スゴロク岳は笠ヶ岳などと共に、飛騨の名山として知られ、山頂はなだらかで、女性的な山陽である。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。